ということで今全部終了いたしました。はい、やりました。コップ A、2、全部やりました。どうでしたか？帰りたい帰りたい、はい、帰りたい帰りたいということで、では採点していかなきゃいけませんね。はい、あ、そっか、このね、ここの動画しか見てない人のためにこちらは今、和子さんがやりました。はい、どうだったのか採点していきましょう。はい、まずは国語ですね。と漢文からやってましたね。漢文からやりました。評論、小説、評論、小説、古文という形でした。さあ、できたのか。国語は自信は記憶が記憶がない。はい、でははい、さあ、では、はい、まず評論が8点落としたから42。こっちも小説が大きいな、配点が13点落とした。37。古文が落としてるな。16落としてる。24じゃん。あー、残りが、はい、で、58、37で足せばよくて74、98の140か。俺の方が計算早いって言うと数学受験なのに現代文が79でしょ。140になりますね。ということで7割です。うわー、古文が悪い。いやー、そうね、まあ多分問題が分かんないから何とも言えないけど、漢文は1ミスが、そうなんだ、そうなんだ、いいなーとか満点も取ってほしいけど、そうですね、漢字1個間違えたのか。まあ漢文、古文からもう1問で、評論、小説からもう1問取れてれば、そうですね、8割も狙えたって感じですね。問題のレベル的にはちょっと見返していいですか？ちょっと見返して現代文そんな難くないと思ったのに間違えてる。でもやっぱ古文が難しい。古文が難しかった。やっぱりと漢文は多分、うん、最後間違ったかんないかも。最後間違えた、ね、間違えたのが4、8、14、19、23、25、27、28。これはでも分かんないかも。34がむずいとということでした。勝子さん7割でございました。では一番へこんでた英語リーディングですかね。精神を保ちたいのでリスニングからいっていいですか？精神を保ちたいので、はい、リーディングやばい、多分大丈夫、やばい、リスニングやってください。え、待って、こんな待って大丈夫じゃないか、大丈夫じゃない。え、リスニングがちょっと得意のリスニングが、ダメだ、やばい、やばい。え、何が違うかも分かってない。しかもだって2回も流れるのに。2回聞いてない、聞いてはないけど2回聞いてない。なんかもう嫌な、帰りたくなってきた。はい、ずっと言ってる。ちょっとやばいわ。あのが嫌だ、帰りたい。ちょっともう進んで、はい、はい、ということで計算しないといけません。あ、もうすぐ出た。71ですね。ああ、なんでこんな序盤、わかんない。3、4、5、6、16で、あの18から21の並びと、あ、落とした。32、33。いや、後半の方ができてる感がすごいんだけど、前半のなんで第一問でこんな落としたんだろうって感じです。ね、もう一回聞きたい。はい、後でちゃんと復習してください。だからまあ85ぐらいは取れないと、もう帰って復習が残ってますからね、これの、やってくださいね。はい、じゃあリーディング、こっちの方ができたってなることを願い、あ、どうぞ座ってください。違う、取ってるからやめて。もう嫌だ、はい、もう喋らない、喋らないで、はい、では、ちょっと待って、あ、これ、第5問が第5問も死滅してるってこと、全く入ってこなかった。あ、これも全部、はい、72点です。はい、でも、思った、あべ、リーディングの方がリスニングより良かったってことですね。そんな、なんでここ15丸々落としてるのに、ここ全く入ってこなくて、先にこっち読んだんですよ。ああ、そう、ね、あまりにも入ってこなくて、はいはいはい、13、87で75で、やっぱそうですね、耐えてますね、72ということで、これはだからやっぱ大問5が難かったってことですね。
物語だったんですよ。そうそう、第4から心が折れて、はい、第5が全く入ってこなくて1回6に行ったって。なるほどね、そういうことです。いやー、はい、でもだから結局全部同じような点ですね、今のところ英国、うん、では数学です。あ、数 1A、 はい、いよいよ。あー、もうやだ、もうやだやだやだ。はい、数 1A です。数 1A、 パニクらないで。はい、もうやだ、はい、やばいもん。これは終わりですか？また。いや、裏。うわ、裏が。裏。違う、ごめんなさい。待って。2。はい、計算してください。1、2。3点とですね。3。7。5、7、9。9。4。4。13。36。36。はい、64。ただ、だいぶ1、2、3、4を選んだってことですね。はい、いや、これやってて、こっちの方が簡単だったなって思ったんですよ。あ、第4問よりも第5の方が簡単だと思ったんですね。こっちにかかろうかなと思ったけど、時間がないからこっちで終わりました。第4問が何？これは第3問できたの確率で。あ、確率ね、はい、整数、図形だったんですよ。あ、なるほどね。図形が多分簡単だったのに。なるほど、ここが簡単だったから、うん、あ、こっちでいける。ああ、なるほど、最初の頭の問題が簡単だからいけると思ったら終わりました。ああ、間に合わなかったというか、もう、という。なるほど、スポカはきつい。国語か数語、数語じゃない、どっちかなんで。ああ、そっか、どっちかか。どっちか、どっちかでもどっちかでもどっちかでも、まあ国語が選ばれるってことですね。そしたらでもそれでも7割じゃダメですから。で、やばい、2がやばい、はい、では数 2B、 ほぼ書いてなくない？全然できなかった。じゃあこれはで、はい、やった方を選んだ方が早いですね、うん、そしたら、はい、はい、ではこれを足してくださいですね。やばい、これ3つあってることね。4、10、4、46。まあ、受けないんでね。受けないんでね。今日は手え、受けない。え、実際に試験会場でも受けないってこと？受けない。あ、そうなんだ。使わない。使わない。え、なんか次第のためにもらっとかないの？次第、今日って出さん。あ、違う違う、この問題形式とかが。あ、そういうこと。そう、だから本番受けといて、あ、それがだってさ、似たのが出たらラッキーなわけですよ、次第で。なるほど。あれ、もう申し込みの時点でもう受けられない。いや、関係ないです。関係ないでしょ、ま、そう。いや、だからやっといた方がいいよ。それでだから、やっといて、まあ別にいいやってやって、やっといて、それで次第受けた時に来たってなる可能性が、もう気にしてなくていいから、もう雪乃先生がここにいるから、ね、気になってしょうがないと思いますけど、どうぞ。次はやらない。やらない。ちょっとやらない。エース受験です。ということで、これ受けた方ですね、パック受けた方、はい、どうだったかお知らせくださいということで、だから使うやつはちょうど、そう、ちょうど70ってことですね、全部、はい、ということでございました。だからこれはもうやっと平瀬さん喋れると、スポカだから70じゃ厳しいってことですね。ちょうど平均ですね、スポカ受験者の70点が、うん、ただね、7割と 75% は大きく違うんで、あともう 2,3 問各科目で取れるだけで全然違う結果になるから、前を向いてやっていくように。まあ、あとこれがね、どれだけ正しいかもわからないしね。共通テストスポが受けられるだから受けなきゃダメです。共通テスト必須です。ああ、そうか、共通テストプラスで、これこのまま、そうだよ、もちろん持ってって、はい、はい、ということでした。もう、はい、さそそくさと退散する気満々でした。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひお家に受けた方教えてください。バイバイ。で、スポカのあの小論にコメントをしてあげてください。ごめん、まだやってない。おい、いや、まあ、あのね、おい、ちょっと見てあげたかったんだけど、でもちゃんと返すから。